皆さんこんにちは。法律研修講師の安田隆之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、リンクで押さえる重要論点民法ということで講義を始めていきたいと思います。はい、まずこのチャプター1ですね、第1回のチャプター1ということで、簡単に自己紹介と、あとこの講座の利用方法ですね、そして、具体的な論点の検討という予定にしています。はい、それではまずですね、お手元レジュメということで、見ていただきたいんですけれども、でこれサンプルで見てる方はですね、サンプルテキストという形で上げてますので、そちらご覧ください。はい、でまずこの講義の趣旨ですね、レジュメの趣旨、あるいはこの講義の趣旨ですけれども、網羅的にですね、論点をお話ししていくという講座ではないんですね。もう一応一通り勉強終わっていると、学習について終わっているという方が、ある場所とある場所とですね、同時に、リンクを貼っていくというふうなことをですね、お話していくんですけれども、あるページとあるページとですね、こう両方一緒にですね、勉強する方がいいよというところを適宜アナウンスしていきます。はい、で皆さんお手持ちのですね、普段使っているインプット教材にその各分野のところを書き込んでいっていただいて、使える教材ですね、より使いやすい教材にブラッシュアップをしていっていただくと。はい、でそういうふうな形でですね、どことどこの分野を一緒に押さえればより効果的なのか、そういったことをアナウンスしていくのが、この講座のメインの目的ということですね。はい、でそれに付随してですね、問題ですねというのもどんどんやっていきますので、はい、でなぜですね、こういうふうな講座をですね、やろうと考えたのかというところですね、自己紹介と絡めながらお話していきますけれども、私自身ですね、平成21年の司法試験に合格してですね、その後新第63期司法修習生を終えてですね、そして弁護士登録をしていた。その後ですね、法律をですね、教えるの専門にやるために現在弁護士登録が取り消し中というところになっています。はい、でこのようなですね、法律のですね、いろんな指導をしていく中で、私自身がですね、受験生の時に気をつけていたことをですね、いろんな受験生の方ですね、あまり意識しないで勉強してるなというふうな印象を持ったんですね。はい、それどういうことなのかというと、このリンクですね、受験生の方は結構真面目にですね、勉強するので、もうずっとしらみつぶし型に勉強してしまうと。しかしそうではなくて、似てるんだけど違うというところですね、同時に抑えることによって、よりですね、短時間でしかも点数を取りやすい形で知識を整理していくと。この点数を取りやすい形で知識整理するという力はですね、実務出た後もですね、有効に使えますので、ぜひ参考にしてください。はい、でですね、この講座ですけれども、まずですね、連帯債務等というふうになってますけれども、レジュメ次のページですね、2ページのところを開けてください。はい、残りの時間でですね、どういうふうな形でこの講義を進めていくのかというのをイメージ持ってもらえるかと思いますので、はい、ではまず1つ目ですね、連帯債務の事例へということで、はい、こういうケースを設定しますので考えてください。はい、債権者 A ですね。はい、でこの債権はですね、B、C、D というような形で、連帯債務になっていたと。はい、この連帯債務ですね。ですね、例えば A が B に対して、履行の請求を行ったと。はい、A、B、C、D それぞれ連帯債務を持っています。でこの時に A から B に対して履行の請求が行われたと。はい、でこの時ですね、その効力が他の連帯債務者にも及ぶのかという問題ですね。でこれですね、結構よく問われてますので、皆さんですね、わっちり押さえられてるかと思うんですけれども、ここから入っていくと知識が混乱してしまうんですね。はい、
語呂合わせでですね、絶対的な効力、連帯債務においてですね、一人に生じた自由が他の人との関係で効力生じるのか、まあ、いわゆる絶対項の話ですけれども、まあ、語呂合わせ等を使ってですね、覚えてるかと思います。しかしこの連帯債務という分野はどうしてもその出題がですね、絶対項のところに集中していると、まあ、なので皆さんですね、そこを一生懸命やるんですけれども、あくまで何が原則なのかということですね。はい、原則が何なのかというところから確認していくと、はい、これが抜け落ちると、どうしてもですね、うまくいかない場面とか、あるいは記憶混乱する場面が出てきますので、注意しておいてください。はい、原則について定めた条文、ずっと引けますかね。はい、これは民法440条ですね。民法440条。はい、原則相対項ですね。スタート地点ですね、はい、今少しガイダンス的なお話挟んでおきますけれども、まあ、この講座自体ですね、一応念頭に置いているのは、まあ、民法の択一式試験ですね、まあ、もちろん論文に関することもですね、紹介できる限りありますけれども、単答式試験でより確実に点数を取るための手法をお話していくと、はい、で論文の時もですね、まあ、原則大事ですよというふうに言われ続けているかと思いますけれども、択一においても一緒なんですね。原則が何なのかっていうのをまず押さえていきます。はい、まあ、連帯債務ですね。まあ、こういうふうな形で独立した債務をそれぞれ負っている状態になりますので、相対項ですね。相対項の原則と。はい、まあ、しかしですね、例外的に、434条以下ですね。はい、履行の請求であるとか、あるいは公開であるとか、あるいは総裁であるとか、まあ、そういったものに関して他の人に効力を生じますよということですね。はい、その一番最初に勉強することが多いのがこれですよね、請求ですね。はい、で請求の時効中断項は、はい、他の人との関係で効力を生じると。434条ですね。はい、これ絶対効を生じます。はい、では、このレジュメの丸にですね、B が債務の承認をした場合はどうなのかということですね。ちょっと連帯債務を OK しますね。はい、もし、B が債務の承認をした場合、はい、この効力は C、D に及ぶのかという問題ですね。はい、でここでですね、一つ記憶の混乱が起こる可能性があるんですね。まあ、この論点について、いやもう何を言ってるんだと、それぐらいもうちゃんと押さえてるんだと、きちんと押さえてますよという方はですね、まあ、この講座は、まあ、ひょっとしたら不要かもしれないですね。まあ、しかし、今からお話しするような形で、誤解されてる方ですね、これはもう、この講座をですね、ぜひ利用していただいて、似てるんだけど違うものですね。まあ、似てるんだけど違うというのは記憶混乱しがちのところですので、まあ、それを整理していっていただくと。はい、この請求も承認も何で共通しているのかというと、時効中断の話なんですね。まあ、事故が中断するということで、請求も承認も共通しています。そうすると、なんとなく絶対項が生じるのは事故中断の話だなというふうな誤解が生じるんですね。事故中断の効力は絶対的な効力を及ぶというふうな押さえ方をしてしまいます。まあ、しかしこれがですね、失点の始まりなんですね。間違ってしまう始まりの部分であると。434条の条文ですね、もう一度注意深く見てくださいね。はい、まあ、皆さんインプット用の教材ですね、例えば択一論法とか使っている方は434条ですね、強調しておいてくださいね。で六法ですね、普段六法に線引いている方はここ強調しておいてください。434条ですね、連帯債務者の一人に対する履行の請求はとなっています。はい、434条が書いているのはあくまでも履行の請求なんですね。
履行の請求は絶対効が生じますよと、はい、注意してくださいね。時効中断効が生じるという言い方をしてません。履行の請求の効力が他の人たちに及ぶと、まあ、もちろんですね、履行の請求の時効中断効が及ぶということはそうなんですけれども、主語のところ注意してくださいね、時効中断効が及ぶというふうにしてます、履行の請求はというふうにしてますので、はい、ということは何が言いたいのかというと、こいつですね、債務の承認、はい、債務の承認はこれ請求とは違うんですね。したがって時効中断効ということで共通してますけれども、434条は承認という話はこれは対象外なんですね。したがって、まあ、他の条文見てもらっても承認は出てきませんので、承認の絶対効でも出てきませんので、どこ見るのかっていうとここですね、原則論、はい、原則相対効ということになりますので、時効の中断、もう一度言いますね、債務の承認による時効中断効はB が承認したとしても C あるいは D に対しては及ばないということですね。はい、ここが混乱のもとなんでね、正確に押さえてくださいね、時効中断効が C、D に及ぶという押さえ方ではなくて、はい、ここですね、履行の請求はというところ、これチェック入れておいてください。はい、主語ですね、注意ですね、434条、はい、履行の請求はというふうにされてますので注意しておいてください。はい、ではですね、その次の論点ですね、移っていきたいと思います。はい、ちょっと消しながらコラム的な話していきますけれども、まあ、記憶するためのコツですね、まあ、どういうふうなことが必要なのかというと、まあ、何度も何度も反復するというのが一番効果的なんですね。はい、で今消していきましたけれども、私が今お話した話ですね、このホワイトボードに書いたものをきちんと再現できるかどうか、まあ、これ各自ですねチェックするようにしておいてください。はい、記憶というのは覚えようと思って書いてる時とか読んでる時に覚えるんじゃなくて、思い出す時に覚えますからね、一見矛盾してるようですけれども、思い出そうとする時に覚えると、思い出せればですねそれも覚えてますので、でも何だったかなと出てこないなというところが、まさに覚えなければならないところになりますので、何か見ながら書き写して覚えるというよりはですね、やったこと今も消えましたけれども、どんなこと書いてあったかな、ね、自分で再現しながら説明できるかなというところを勉強してみてください。はい、それではその次、レジュメ2ページの9行目、括弧2番保証の事例ということで、はい、下の債務者 B ですね、で C が保証人であったと、保証債務履行請求権ですね、で主たる債務を負っている D がいてると、はい、で保証のケースにおいて考えるべきなのは、はい、まあ、これキーワード一つですね、はい、不従性というのを押さえておいてください、はい、不従性ですね、不従性というのを押さえておくと、はい、不従性とはと言ってですね、定義書けない方、人に説明できない方、これ各自もう一度インプットしておいてくださいね。はい、ですね、主たる債務者に生じた事由は保証人にも及びますよと、はい、まあ、これ不従性ですよね、はい、まあ、でも成立の場面で主たる債務がなければ保証債務成立しないと、まあ、そのいろんな局面で、ね、不従性出てきますけれども、今お話したいのは主たる債務に生じた事由は保証人にも及びますよと、はい、したら債務者に生じた事由は保証人にも及びますよと、まあ、そういう話を見ていきます。はい、でここで A から B に対して、例えばですね、請求がなされたと、はい、A から B に対して請求がなされましたよと、はい、ではこの請求の効力が保証人にも及ぶのかということですけれども、これは不従性の話ですよね、まあ、条文にも規定がありますけれども、457条の1項ですね、
主たる債務者に対する履行の請求、その他の事由による時効の中断は、保証人に対してその効力を生じると。はい、でここで皆さんですね、先ほどチェックしていただいた434条ですね、もし100字ロボを使っている方はそのページですね、もう同時に開けていただいて、指挟みながら戻れるようにしてくださいね。でお互いのページをですね、そう書き込んでおいてください。はい、つまり457条1項のところに434条のページ数を書き込む。434条のページ数のところに457条1項のページ数を書き込んでください。はい、まあ、そうすることによって457条を勉強するときに434条も同時にやる。逆に434条やるときに457条も同時にやると。はい、あのリンクですよね。はい、あのインターネットのですね、ホームページの相互リンクみたいな形でですね、お互い行き来できるようにしておくと。この457条と、はい、まあ、行き来できるようにですね、434条、はい、でチェックしていただきたいのが434条の主語ですね、まあ、履行の請求というふうになっていました。履行の請求は他の債務者にも及ぶと、はい、一方457条1項ですね、はい、表現注意してください。履行の請求、その他の事由による時効の中断はとなっているんですね。はい、でこれもその次のですね、11行目のですね、丸2番のところに入っていきますけれども、はい、主たる債務者が承認したらどうなるのかということですね。はい、これ今、請求の話。はい、で一方、承認だったらどうなるのか。先ほど連帯債務の場面ですね、連帯債務の場面は債務の承認は他の人に効力を及ばないと、はい、なぜかというと434条絶対こう例外的に生じるとしたものは履行の請求に限られてたからなんですね。でそれが原則相対効であったと、はい、で一方ですね、これ保証債務ですね、保証の話になりますけれども、保証に関してはこの不従性の問題がありますので、不従性がですね認められてますので、はい、主たる債務者に生じた時効中断の効力はというふうになってますよね。はい、ごめんなさい、時効の中断はですね、時効の中断はというふうになっています。主語が違うんですね。はい、したがって請求であろうが承認であろうが、ここは時効の中断という効力が、はい、C に及ぶということですね。まあ、請求であっても承認であっても、時効中断項は保証人に及ぶということになります。はい、これ連帯債務とごちゃごちゃっとしてしまいますので注意しておいてください。連帯債務の場面と、ごちゃになってしまいますからね。特に取り扱い注意なのが、ちょっと赤で言っておきますけれども、こいつですね、これ承認の話、まあ、これがですね、非常に間違いやすいので、注意してください。で、記憶の混乱のもとは、請求も承認、請求も承認も、時効中断という共通してるんですね。はい、でこの共通してるところを、まあ、ごちゃごちゃっとしてしまって、連帯債務の場面でも、債務の承認による時効中断項が他の連帯債務者に及びますよと、ね、そういうミスをしてしまうと。ここ注意してくださいね。普段からリンクを貼って意識して勉強してれば特に問題ないと思います。これですね、卓一ロープを前から潰すという方法ですね。434条やりました、じゃあ次435条やりました、しばらく時間経って457条まで来ました。多分ここまで来た頃には434条忘れてますよね。はい、でしかも、もうこれ単独の知識ですから、あまり定着度高くないですね。原則例外のところもですね、おろそかになっている方ですね、ここ非常に多いところですので、注意しておいてください。はい、では以上が保証の事例ということですね。ごめんなさい、保証の事例のうち下の債務者との関係で保証人に効力を及ぶかどうかという話になります。はい、では続いてですね、基本となる図は一緒ですので、まあ、このまま残しながら消していきますけれども、はい、まあ、皆さん改めて書いてくださいね。
主たる債務者 B がいて保証人がいてると、はい、今度はですね保証人に生じた効力が、主たる債務者に及ぶのかという問題ですね、はい、債権者が保証人に請求した、はい、あるいは保証人が保証債務を、承認したという場合ですね。この時ですけれども、あの不従性っていうのは、はい、と主たる債務者に生じた事由が保証人に及ぶのかという話なんですね。はい、でこの保証人に生じた事由がですね、主たる債務者に及ぶかというこれは及ばないです。はい、あの保証債務を履行したということで、まあ、弁済したということであれば、その消滅ですね。したら債務消滅するという限度では効力を及びますけれども、はい、それ以外ですね保証人に生じた事由はしたら債務者に効力を及ばないと、はい、ここ押さえておいてくださいね、はい、でそうするとですね、まあ、この履行の請求のですね時効中断項ですねしたら債務者に及ぶことはないですし、はい、債務の承認の効力も、はい、したら債務者に及ぶことはないと、不従性のところでですね、不従性は主たる債務者に生じた事由が保証に及ぶかどうかの話であると、逆はないというような形になりますので注意しておいてください。はい、それがですね、このチャプター最後のお話になりますけれども。ケースですね、連帯保証のケースということで、はい、したら債務者 B、 そして連帯保証人 C ですね、はい、でこの時に、したら債務者に請求しましたよという話、あるいは、したら債務者が承認しましたよという話。パターンは先ほどと一緒ですけれども、この効力が連帯保証人に及ぶかどうかということですね。はい、でこれはですね、連帯保証であったとしても、ベースになるのは保証ということになりますので、不従性の問題で片付くんですね。したがって、したら債務者に対して行った請求の効力、その効力は、請求によって生じる時効中断項ですね、これは連帯保証人に及びます、はい、さらに債務承認についてですね、この承認がなされて時効中断しましたという時には連帯保証人に及ぶということですね、はい、つまり履行の請求の効力も、債務の承認の効力もその時効中断項ですね、これを及ぶということになります。あの保証債務とかあるいはその他担保物件の担保物件もそうですけれども、まあまあ不従性でね結構考えることできる場面多いので、はい、まあ、逆に不従性分かってないとですね、まあ、辛い場面も結構ありますからね、不従性という、まあ、この抽象的なですね性質から物事を考えられるようにもしておいてください。これはですね、あの一応あえてですね項目だけ作ってますけど、これも保証と一緒ですね、保証と一緒ということになります。で問題なのはこの逆ですね、はい、連帯保証人に対して行った請求の効力がどうなるのか、はい、あるいは C が債務の承認を行ったらどうなるのか、先ほど保証の場面はですね、
連帯保証人に請求したとしてもその効力は及ばなかったんですね。不自由性ってあくまでしたら債務者から保証人に対してこれを及ぶかという話ですから、この逆はなかったんですね。しかし連帯保証においては、はい、これ皆さん条文すっと引けますかね。はい、連帯保証のところですね。これはですね、連帯債務の規定が順用されているんですね。連帯債務の規定が順用されています。はい、したがって434条ですね、434条のところを戻ってください。はい、連帯債務者の一人に対してする請求は、はい、請求はですね、請求は他の人に効力を、つまり今回だとこの B ですね、したる債務者にも効力を及ぶというふうに定められています。はい、で一方ですね、連帯債務の規定順用されてますけれども、その中で、はい、これ承認ですね、これさっき勉強しましたね、承認というのはこれ絶対保証しないんですよ。したがって連帯保証人が承認したとしてもその効力はしたる債務者に及ばないということですね。まあ、このような形でですね、まあ、458条ですね、この辺ちょっと先番号を忘れましたけれども、458条でですね、連帯債務の規定が順用されています。はい、連帯債務の規定が順用されてますけれども、それはあくまでも離婚の請求ですよね。はい、承認に関しては効力及びませんので注意しておいてください。はい、じゃあ以上ですね、まあ、時効中断の話と連帯債務保証、連帯保証というような形で、検討してきましたけれども、まあ、重要なのは、まあ、なるほどなというふうに抑えるだけではダメなんですね。聞いてなるほどというだけではなくて、リンクですね、きちんと貼るようにしてください。はい、特にまあ今のですね、連帯保証のところ、はい、まあ、順用規定ですよね、458条のところと434条のところをリンク貼ってですね、行き来できるようにしておいてください。はい、で、まあ、承認に関しては含まないんだということを一言ですねメモしておいてくださいね。はい、というような形でですね、この講座ですね、まあ、インプットこういうふうな形で講義を進めていきます。はい、でその後ですね、アウトプットということでレジュメですね、3ページ以降のところ、まあ、問題ですね、載せています。はい、でこの解説も、まあ、まあ詳しめにやっていきます。はい、まあ、この講座ですね、全12時間の講座ということですけれども、はい、まあ、演習もですね結構詳しめに解説していきますので、まあ、それを活用しながら講義内で練習演習を積んでいっていただいたらなというふうに思います。それではですね、チャプター1の講義を以上で終えておきます。